新たに17,331人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。都内の感染者は10日連続で前の週の同じ曜日の人数を下回りました。東京都内の直近1週間の感染者数の推移を見てみますと、先週水曜日、17,331人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。